はい、キャンプやってますか？ゆうじゃく代表の佐藤です。本日は私は千葉県千葉市にございます、こちらでございます。はい、千葉そごうさんの方に来ております。はい、そんなわけで本日の日付が5月26日ということで、実はですね5月27日明日からなんですけれども、はい、私が今立っているこのお隣の建物、千葉そごうの純武館っていう場所になるんですけれども、こちらになんとゆうじゃくの直営店第2店舗目がですね、明日からオープンするということで、今日は店舗の内装出来上がりましたので、ご紹介していきたいなというふうに思います。今回グランドオープンセールを明日から2日間、行っていくわけなんですけれども、現在ゆうじゃくで絶賛在庫切れ中の製品の隠し財産をですね、放出したりとかしておりますので、どんな感じになっているのか、ぜひ本日動画の方で見ていってください。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで千葉そごうの方にやってまいりました。本日は本当に前日でございますね、5月の26日の6時ということで、お店自体はね8時に閉店になっちゃうので、あと2時間でささっとね撮影を終わらせていかなきゃいけないんですけど、今中の方では最後のセットアップ、お掃除とかですね、そんな感じのことをやっております。現状まだパーティションでこうね周り囲まれている状態で、今日の8時ぐらいになったらこのパーティションがね外されてっていうような形になっていくようですので、全部収めた写真についてはまた後日撮ってですね、また SNS かなんかにアップロードしていきたいと思います。もうお客さんとかがちょっと映っちゃうとまずいので、今日はこの後パーティションの中にスキップしていきます。それでは早速入っていきます。ちなみにお店の場所なんですけど、純武館正面入り口から入ってですねすぐ右です。はい、1階すぐ右、100坪ぐらいのお店になってるんでめちゃ広いです。はい、そんなわけで中にやってまいりました。だいぶ中見違えましたよね、こんな感じになっております。はい、今もほぼほぼセッティングが完了してるだけで、あとはプライスカードとかですかね、そのあたりが最後まだ残ってるんですけど、はい、というわけでお店の中順を追ってねまずはご紹介していきたいと思います。今私が立っている、はい、こちらの空間なんですけれども、こちらはテント展示ゾーンでございます。今回メインで展示しているテントは、こちらでございますね。ゆうじゃくの新色エローズテント、小原店の方とコーディネートを変えずにですね、そのまま移植してこちらの方に持ってきております。はい、75インチディスプレイの目の前にですねドーンと、迫力ある形で置いております。で、後ろこちらサーペント PC テントですね、現在も在庫切れしているテントになるんですけれども、こちら、弊社の主力テントのうちの一つでございますので、今回展示で持ってきております。ちなみにウェブの方は在庫が切れているわけなんですけれども、店頭にはですね、在庫がなんとございます。わずか数張り程度の隠し財産をですね今回放出しているだけになっておりますので、もしかしたらこのグランドオープンセール中になくなってしまう可能性もあるかもしれませんが、はい、千葉でも寄りの方、サーペント PC テント欲しかったんだよなっていうふうに思ってた方、ぜひですね店頭であればございますのでお買い上げをお願いいたします。ちなみにサーペント PC テントにつきましては、スペースの都合上ですね、本当は全幕ちょっと張りたかったんですけど、ここ張っちゃうと通路通れなくなっちゃうんで、全幕に関しては入れてないですね。はい、そして今回こちらでございます。はい、ローズテントのセカンドサンプルなんと入荷してきておりまして、こちらのテントはテント系 YouTuber の尾上優香ゼロさんと一緒に作っているコラボモデルのテントになってますね。で、ファーストサンプルは茂原店の方に一度ね展示をしてかなり好評を得ていたわけなんですけれども、今回こちらのセカンドサンプルに関しましては、あれからさらに改良ですね、特にディテールの改良とかが入ってきておりまして、また詳細に関しては後日レビューね撮っていきたいなというふうに思うんですが、今回なんと実機をですね期間限定で展示していこうかなというふうに思います。ものの多分1週間ぐらいしか展示しないと思いますので、ぜひこの機会にですね、見に来ていただきたいと思います。ちなみにローズテントの期間限定展示が終わったら、その後サーテント LT テントですね、そちらの展示の方に切り替えようかなというふうに現状考えておりますので、お時間ある方はですねぜひこの機会見逃さないようにですねしてください。ちなみにローズテントはこういう感じでクリアーシールドとかも入りましてですね、最高の方とかっていうところの改良もね今回加わってますね。で、こちらもお座敷シートあるんですけど、今回は貼らずに土間利用という感じにしてますね。で、インナーテントとっていう感じになってます。で、この辺がチェアゾーンかな。ちなみにこちらスピンチェアグランドシート、今在庫切れ中なんですけれども、こちらも一部販売を行っております。で、この奥には、はい、焚き火ゾーンとかっていうのがちょっとねありますね。弊社のジンマクとかトライポッドとかそういったものを、ね、置いてます。
で、テントの在庫に関してはこの裏ですね。現在在庫切れ中のサーペント TC テント、店頭には見張りだけになるのかな、はい、まあ数量限定でございますけれども、こちらにねご用意させていただいております。はい、あとは各種弊社のフルラインナップでテントに関してはですね、並べております。下にはあの収納ケースに入った状態 のテントとかっていうのをこうストックしておりますので、実際のこう重量感とかをですね持って試せるような形になっております。はい、で壁にはモバラテンと同じようにですね、弊社のレジャーシート人気商品になるんですが、こちらに関しても壁掛けを行って展示をしております。あとウッドロールテーブルも一部バリエーションに関しては在庫切れ商品なんですが、こちらもですね在庫放出していますね。はい、それで場所分かりまして、テント展示スペースのお隣なんですが、こちらは小物展示スペースになっております。はい、手前がコンパクトランタンスタンドと、あとはセレクション系の道具一式っていう感じになってますね。で真ん中の方がメイン棚になってまして、こちらは U弱製品とセレクション製品が混じってですね、まあ、主に U弱オリジナル商品がこちらの方に全て集約されております。目の前がコンテナーボックスからですね、はい、まあ、細かい道具関係、ペグハンマーとかキャンプグローブとか巻きバサミ、これはセレクションですね、はい、ジャグとかですね、ジャグも確かねカラーバリエーションとかでは在庫切れしてたと思うので、まあ、結構チャンスになってくるかな。はい、デイジーチェーンとかもね、あの今ネット在庫切れ中ですよね。でこれも多分在庫切れ中だったと思うんですけど、レジャーシートのナバホ柄、これも本当にわずかな数量だけ、展示販売させていただいております。エジプトも間もなくネット在庫は切れちゃうと思うんですけど、店頭の方ではね在庫を残しております。はい、あとはトライステークですね。でペグハンマーが来まして、でこちらでございますね、今回新しく発売しております巻きバッグも在庫こちらの方にございます。でチタンペグと、はい、あとこちらさらっと紹介してしまうんですけれども、弊社の公式アンバサダーの丸美さんとですね、共同開発を行っております焚き火シートのサンプル、まあ、製品版のサンプルですね。なのでこちら完成品になってくるんですが、はい、こちらの製品も展示だけですね今回行っております。来てもね購入することはできないんですけれども、一応どんな感じの製品なのかっていうのをご覧いただくことができますので、ぜひ手に取ってですね、品質確かめてみてください。かなりねいい出来になってます。かなりいい商品がねできたと思います。これセットの収納ケースになるんですけど、すごいね丸美さん徒歩キャンパーでもあるんで、かなり軽量コンパクトに、収容できて便利な1枚になってます。そしてお隣なんですけれども、U弱のキャンプピロー枕、これもね絶賛在庫切れ中なんですが、ここにある分だけですね、在庫がございます。はい、マジで早い者勝ちっていう感じになってきますね。であとコット、これもねサンドカラーが確か現状在庫切れしてると思うんですよ。はい、これもわずかな数量だけ、店頭限定販売っていう感じになってます。であとワイドシュラフに、ノーマルシュラフにって感じで、あとはランネ TC ソロテーブル、これも一部から在庫切れじゃなかったかな、はい、シュラフは壁にもかかってるので、はい、質感とかですねサイズ感とかですね、確かめていただくことができます。はい、あとこの後テントの中にもシュラフですね展開していこうかなというふうに考えておりますので、実際に商品を手に取って見て使って、試していただくことができる、スペースになっております。はい、でモバラテンとちょっと違って、で壁の感じはモバラテンと似てるんですけれども、実はね写真は一部新しいのをね入れております。はい、私がねあのキャンプ場に行って撮った写真なんですけど、かなりねあのかっこいい写真ばっかりはね展示してますので、ぜひこういう小物関係も、見て楽しんでいってください。柱にもですね、写真を貼ってます。であと正面小物なんですが、こちら U弱のキャンプスパイス夜光ですね、はい、辛口バージョンとノーマルバージョン大量にですね、ご用意させていただいております。ちょっとグランドオープンには間に合わなかったんですけども、今度新味バリエーションですね、カレー味とやみつきバター味っていう2種類の味をキンキンで、投入することになると思います。もうロック生産で出来上がって実は在庫あるんですけど、ちょっとね、諸事情で間に合っておりませんので、今回はあくまでもこの2種類ののみですね、試食もすることね、可能になっております。はい、そしてこちらがレジスペースでございますね。はい、スキットルの展示販売ですね、からカッティングシート、ステッカー販売だったり、あとはアンバサダーさんのコラボグッズ関係もですね、レジ前の方にご用意させていただいております。こういうオリジナルのねレーザーチョコが入ったもの、もちろん総合店の方でもお買い求めいただくことができます。あとはこちらは展示のみになってくるんですが、U弱キャンプサロンの限定グッズでございます。オイルライター、チタンスプーン、あとはこちらの
チタンプレートセットですね。こちらはね、ゆうじゃくキャンプサロンメンバーであれば店頭でもお買い求めいただくことが可能になってます。で、あとこれこの間発売して現在完売しておりますやみつきチタントングになるんですが、なんとこちらに関してもですね、在庫がちょっとだけ4つだけかな、はい、若干4つだけ一瞬でなくなりそうなんですけど、在庫放出させていただいております。はい、とまあそんな感じでですね、こちら千葉総合店に関しましても、ラインナップ、展示ラインナップに関しては完全にフルラインナップでございます。なおかつ現状ネットで在庫を切れしているあらゆる商品につきまして、とりあえず当初は取り揃えておりますので、マジで欲しかったという方に関してはですね、店頭にお越しください。ちなみに店頭にある在庫をネットで購入するということだったり、取り置きしておいてくださいみたいなことはできませんので、こちらに来てですね、在庫があれば、その場で即決お買い求めいただきたいなというふうに思います。多分現状ない在庫ないんじゃないかなというふうには思うんですけど、私も全商品ラインナップがですね、頭の中に入っているわけではないので、もしかするとですね、ちょっと取りこぼしがあったりとかするかもしれませんが、そこは何とぞですね、ご容赦いただきたく存じます。はい、先ほどメンバーさんが来てたこ焼きをですね差し入れしていただいたようです。ありがとうございます。後ほどねいただきたいと思います。はい、あと今回もですね、アトリウバクの関さんからまた素敵なねお花をいただいております。いつもお気遣いいただいてありがとうございます。はい、そんなわけで、まあ、ざっと総合店に関してのご紹介は以上という風な形になってくるんですけれども、ゆうじゃくのオフィシャルストア第2店舗目、まあ、8月31日までの期間限定っていう形ではあるんですけれども、事実上の2店舗目ということで一生懸命ですね、販売の方を行っていきたいと思います。なので皆様ぜひお近くの方、千葉総合店純部1階にございますゆうじゃくのオフィシャルストアの方にお待ちしております。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後の通知設定をオンにしてください。あとはこちらですね、Twitter、Instagram、ゆうじゃくの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、最後に重要なことを言い忘れておりました。明日明後日ですね、ご来場者特典というかお買い物いただいた方特典が実はございます。先ほどお話ししたこちらですね、キャンプスパイス夜行の新味バリエーションなんですけれども、こちらカレー味のサンプルですねございまして、その試供品をですねお買い上げいただいた方、金額は問いません、お買い上げいただいた方一家族様1点に限ってお渡しさせていただいておりますので、確実とも50組までですね、先着となっております。ぜひですね、手に入れて帰ってください。以上です。